周りに流されない自分になる方法。人間関係の中でつい周りの意見に合わせてしまったり流されてしまうことありますよね。そこには周りの意見に合わせた方が楽とか、人に嫌われたくない、争いたくないという思いがあるかもしれません。私も日常生活の中でつい人と争いたくなくて合わせてしまうこともありますが、一時的に表面上は取り繕えてもお互いの意見が合っていなかったりすると、後々相手も自分も辛い思いをするようになってしまいます。そのようなことにならないためにも、今回は周りに流されない自分になるためのヒントをお伝えしていきます。ぜひ大切な人にはシェアをして、後から見返せるように保存ボタンを押してくださいね。一つ目は、これだけは譲れないという核心の部分を持つようにする。二つ目は、自分の意見を押し付けてくる人ではなく、個々の意見を大切にできる人と付き合うように心がけていく。三つ目は、何も考えずただ相談するのではなく、自分である程度の答えを出してから相談するようにする。四つ目は、周りの意見や周りの目を気にせず自分の意見をしっかりと伝えるようにする。5つ目は、自分で様々なことを選択できるように一人で行動する癖をつける。これらのことを意識して行動していき、実践していくことで自分自身に自信がついてきたり、自分で物事を考えられるようになって、一人で決断できるようになったり、周りとのコミュニケーションも円滑になってくるかと思います。時に意見が合わずに衝突することもあるかもしれませんが、あなたのことを大切に思っている人であればしっかりと向き合ってくれるはずですので、そこは恐れずに自分の意見をしっかりと伝えながらコミュニケーションを図るようにしていってくださいね。周りに流されない自分になって運気上げ上げでいきましょう。